メンタルに効く呼吸法とマット運動を行います。今から呼吸を練習していきます。今回行う呼吸法は横隔膜呼吸という腹式呼吸です。横隔膜は肋骨の一番下についている筋肉の薄い膜です。横隔膜を動かし、内臓をリズミカルにマッサージさせ、内臓をより良い機能にする効果があります。また自律神経に作用し、副交感神経が優位になり、高いリラクセーション効果があり、心が落ち着きます。それでは皆さん、始めていきましょう。マットに仰向けになります。まず膝を曲げ、足の裏を床に設置させます。左の膝も同様に曲げ、床に設置させます。足の幅はだいたい握り拳2個分ほど開けてあげましょう。手のひらは肋骨の上に乗せます。左の手も肋骨の上にそっと乗せましょう。ではまずお鼻から息を吸って、お口から細く長く息を吐く練習をしていきたいと思います。ではお鼻から息を吸い込みましょう。そしてお口から細く長く息を吐き出します。繰り返します。お鼻から息を吸い、たくさん空気を肺の中に送り込んでいきましょう。お口から細く長く息を吐きます。今度は息を吸った時に肺の中にたくさんの空気を送り込んでいきます。そして肋骨を大きく膨らませていくイメージを持ちながら息を吸います。そしてお口から細く長く息を吐き出しましょう。皆さんは肋骨を前に大きく膨らませるような気持ちで息を吸い込んでいきます。そしてお口から細く長く息を吐き出しましょう。肋骨は前と後ろ、背中の方にもあります。ですので前後に大きく膨らませながら息を吸い込んでいきます。お口から細く長く息を吐き出しましょう。もう一度行います。お鼻から息を吸い込み、肋骨を前後に大きく膨らませていきます。お口から細く長く息を吐いていきます。肋骨は左右にもあります。ですので今度は肋骨を前後左右に大きく大きく膨らませ、そしてお口から細く長く息を吐く練習をしてみましょう。いきましょう。息を吸い込んで、お口から細く長く息を吐き出します。もう一度、皆さんもう一回だけ練習してみましょう。お鼻から息を吸い込み、肋骨を前後に大きく膨らませます。そしてお口から細く長く息を吐き出しましょう。さあ皆さん、今度は息を吐く時の肋骨の動きを練習していきたいと思います。大きく息を吸い込んだ時に肋骨が膨らんでいます。そこから指先から肋骨を内臓の方にしまい込んでいくような形で息を吐き出していきます。ではやってみましょう。まず息を吸い込みます。肋骨を前後に大きく膨らませます。
そして息を吐くときは指先から肋骨を内臓の方にしまい込んでいきます。もう一度行ってみましょう。息を吸い込みながら肋骨を前後に大きく広げていきます。お口から細く長く指先から内臓の方に肋骨をしまい込んでいきます。細く長く息を吐き出します。もう一度いきましょう。お鼻から息を吸い込み肋骨を前後に大きく膨らませます。膨らんだ肋骨を指先から内臓の方にしまい込んでいくように息を吐き出していきます。今度はカウントをつけていきます。4交換で息を吸い込みます。1、2、3、4。息を吐くときは指先から肋骨を内臓の方に8交換かけて8、7、6、5、4、3、2、1。もう一度息を吸います。1、2、3、4。それでは息を吐きましょう。8、7、6、5、4、3、2、1。もう一度1、2、3、4、8、7、6、5、4、3、2、1。息を吸って肋骨を前後に大きく膨らませます。指先から肋骨を内臓の方にしまい込んでいきましょう。それでは呼吸法の練習は終わりです。ではまずお膝を曲げていきます。足の裏を床、耳の膝曲げます。反対の膝も曲げ、足の裏は床です。そして今度は手を横に広げましょう。手のひらは床に向けたまま、そして肩と耳を遠ざけます。背中をしっかりとマットにつけておきましょう。では右の膝を曲げたまま持ち上げます。骨盤の上に膝、膝の延長線上につま先が来るようにセットします。反対の足も揃えましょう。足を右側の方に倒した時に足がずれずに骨盤とともに一緒に横に倒していく、この姿勢が正解です。では先ほどの呼吸をね、使ってニードロップバージョンいきたいと思います。息を吸ってください。肋骨を前後に大きく膨らませます。息を吐きながら足は右の方、お顔は左の方に持っていきます。この時骨盤を安定させたまま持っていきます。もう一度息を吸い込んで吐きながら元に戻してきましょう。お顔もお膝も天井に持ってきます。では今度は反対の方向をやってみましょう。息を吸い込んで吐きながら、お顔は右、お膝は左です。お膝がしっかりと揃えた状態を保ちながら持っていきます。ではもう一度息を吸い込んで吐きながら、お顔とお膝は天井の方に向けていきます。息をしっかり吐き切ってください。ではもう一度いきましょう。息を吸い込んで吐きながら、お膝は右、お顔は左です。もう一度その状態を保ちながら息を吸い込みます。吐きながら、お顔、お膝を天井の方に戻しましょう。ではラスト、左へ行きます。息を吸い込んで、
吐きながら、お顔は右、お膝は左、お腹をしっかり意識して、息を吸い込んで、吐きながら、お顔、お膝、天井です。八交換かけながら、ゆっくりと元に戻していきましょう。では足を下ろしましょう。お膝を曲げましょう。お膝を曲げ、足の裏を床に接地させます。左の膝を曲げ、足の裏を床に接地させます。腰幅に足を広げ、足の裏はしっかりと床につけておいてください。そして手のひらは床に向け、体の横にしっかりと置きます。肩と耳たぶを遠ざけ、首を長くします。では皆さん、先ほどの呼吸を使っていきます。お鼻から息を吸い、肋骨を前後に大きく広げましょう。そしてお口から細く長く息を吐きながら、お尻を床から持ち上げていきます。なるべく肩甲骨から膝の裏までまっすぐになるようにセットします。この状態を保ちながら、先ほどの呼吸を繰り返します。お鼻から息を吸って、肋骨を前後に大きく広げましょう。お口から細く長く息を吐き出します。繰り返します。お尻はキュッと締めたまま、お鼻から息を吸い込み、肋骨を前後に大きく広げましょう。お口から細く長く息を吐き出します。もう一度だけ息を吸い込み、肋骨を前後に大きく広げます。お口から細く長く息を吐き出します。それでは息を吸い込んでください。息を吐きながら、椎骨から一つ一つ床に落としていきます。尾骨は床に最後につくような形で下ろしましょう。もう一度繰り返します。息を吸い込んで、息を吐きながら、お尻を持ち上げます。持ち上げた時、肩甲骨から膝の裏まではまっすぐになるようにセットしましょう。キープさせたまま息を吸い込みます。肋骨を前後に大きく膨らませ、お口から細く長く息を吐き出していきます。もう一度息を吸い込んで、お口から細く長く息を吐き出します。もう一度皆さん繰り返しましょう。太ももの付け根はしっかりと伸展させ、お尻をぎゅっと締めておきます。では息を吸い込んでください。息を吐きながら、椎骨一つ一つマットの上に落としていきます。最後に尾骨が床につくように下ろしていきましょう。では今度は強度を少し上げていきたいと思います。皆さん、息を吸い込んでください。肋骨を前後に大きく膨らませます。息を吸い込んで、吐きながら、お尻を床から持ち上げると同時に手が床から持ち上がります。ご自分の頭上まで手を万歳の姿勢にしてキープさせましょう。この状態を保ちながら息を吸い込みます。息を吐きます。細く長くです。動きはなるべくキープさせたまま、もう一度息を吸い込みましょう。お口から細く長く息を吐き出します。もう一度繰り返します。
息を吐きます。では元に戻していきます。息を吸い込みましょう。息を吐きながら手をゆっくりと元に戻し、椎骨を一つ一つマットの上乗せていきます。最後に尾骨、そして手が床に戻ってきます。まずお膝を曲げ、足の裏を床に接地させます。左のお膝も同様、足の裏を床に接地させます。右のお膝を曲げたまま、骨盤の上に膝の延長線上につま先が来るようにセットします。反対の足も揃えてください。まず右足を斜め45度に伸ばします。左の太ももは胸の方に引き寄せます。息を吸い込み、吐きながらお腹を締めた状態を保ちながら頭首肩を起こします。手の位置は左手が膝外側、膝です。右手はくるぶしに置きましょう。入れ替えていきます。なるべくお腹を締めたまま、そう、目線はおへそを少し見るような状態を保ちながら繰り返します。では元に戻しましょう。右足を曲げたまま持ち上げます。骨盤の上に膝が来るように、膝の延長線上につま先です。反対の足を揃えましょう。右足斜め45度、左足膝を伸ばして遠くに伸ばします。床から少し持ち上げた状態を保ちます。息を吸って吐きながら頭首肩を起こし、右足を軽く持ちましょう。入れ替えます。あと8つです。右の膝を曲げ、足の裏を床に接地させます。左のお膝も曲げ、右足と同様接地させます。右のお膝を曲げたまま、骨盤の上に膝の延長線上につま先をセットします。反対のお膝も揃えましょう。右足を斜め45度、左足を太もも胸の方に引き寄せてきます。では頭の後ろ、耳の後ろに手を当てましょう。反対の手も同様です。息を吸い、吐きながら頭首肩を起こします。お腹は薄く保ったまま、右の肘を左の膝へセットします。入れ替えます。あと8つ。では今度は四つ這いになります。肩の下に手首が来るようにセットします。反対の手も同じように、骨盤の下に膝が来るようにセットです。
お膝と膝の間は握り拳1個分から2個分開けましょう。ではまず右手と右足を離し正面に向きましょう。手は頭の後ろに添えます。そして右足を持ち上げキープさせます。膝から下を動かしていきます。膝を曲げかかとをお尻の方に引き寄せます。そこから伸ばしていきます。息を吸い込んで吐きます。吸って吐いて吸って吐いて、あと4回いきましょう。なるべく膝の位置は固定させたままです。ラストです。では反対も行ってみましょう。四つ這いになります。では左手と左の膝を離します。手は頭の後ろ、左足を持ち上げ息を吸い込みながら膝を曲げます。吐きながら元に戻す。あと4回。ラストです。今度はうつ伏せになります。おでことお鼻の頭をマットの上にしっかり乗せましょう。手はまっすぐ頭上に伸ばします。お尻に力を入れていきます。恥骨を床にしっかりと押し当てて上半身から床持ち上げていきたいと思います。では息を4交換吸いながら持ち上げ8交換かけながら床の方に戻していきましょう。いきます。1、2、3、4、8、7、6、5、4、3、2、1。繰り返します。息を吸い込みながら4交換で持ち上げます。目線は床です。息を吐きながらゆっくりと床に下ろしていきましょう。お尻に力を入れて恥骨は床に押さえたままキープしながら行います。反動はつけないように。今度は下半身、足を床から持ち上げていきます。上半身は床にしっかりとつけたままいきましょう。もう一度お尻を締め直し
恥骨を床にしっかりと押さえ込みます。息を吸い込みながら足を床から持ち上げます。4交換です。8交換かけながらゆっくりと足を下ろしていきましょう。1、2、3、4、8、7、6、5、4、3、2、1、繰り返します。足を上げた時、お膝を曲げないように、そして持ち上げすぎないように気をつけて行ってみましょう。もう一度だけいきますよ。では上半身と下半身を床から持ち上げていきます。さあもう一度お尻力を入れ、恥骨を床にグッと押さえつけます。ではいきますよ。上半身と下半身持ち上げていきましょう。1、2、3、4、8、7、6、5、4、3、2、1。なるべく手、指先とつま先を遠ざけるような気持ちで持ち上げていきます。もう一度繰り返します。いきますよ。1、2、3、4、8、7、6、5、4、3、2、1。ラストです。遠くに遠くにです。ではまず四つ這いになります。肩の下に手首が来るようにセットします。骨盤の下に膝が来るように。そしてまず右の肘を手首のあったところにセットします。左手も同じようにセットしましょう。手は軽く組みましょう。足は後ろに伸ばしキープします。ではお腹背中しっかりとキープしながら60秒間いきます。目線は床を向いたまま、頭のてっぺんは前の方に引っ張られるような形です。かかとは後ろ、肩は天井、肘は床です。ではお膝を床につき元に戻しましょう。
右の膝を両手で抱えましょう。太ももを胸の方に引き寄せます。反対の膝はゆっくりとマット状に伸ばしていきます。もうリラックスしながらね、お尻周りの筋肉ほぐしていきます。はい、それでは手を離し、お膝を三角にしましょう。今度は左の膝を両手で抱えます。右の足はマット状に伸ばしていきます。肩の力は抜いておいてくださいね。両膝また三角にしましょう。今度は両膝を両手で抱えます。胸を太ももの方にゆっくりと引き寄せていきます。お尻から腰にかけてほぐしてます。では今度は両膝を揃えたまま、手は横に軽く広げます。お膝を揃えたままゆっくりと右の方に倒していきましょう。お顔は天井を向けたままです。上になっている左足を一歩前に踏み出し、右手で左の膝を優しく押さえます。左側のお尻から腰にかけてストレッチさせてます。はい、手を元に戻します。足を揃え、両膝天井です。今度は反対、左の方に両膝を倒します。右足を一歩前に踏み出し、左手で右の膝を押さえます。お顔は天井で結構です。右肩が床から浮かないようにしっかりと床につけておきましょう。右側のお尻から腰、背中にかけてのストレッチになります。はい、結構です。手を元に戻し、足を揃え、両膝天井です。では皆さん、両膝を伸ばしましょう。手は万歳の姿勢になります。指先とつま先を遠ざけていきます。お腹に意識を持っていきながらぐーんと伸びをしましょう。はい、力を抜きます。もう一度だけいきますね。ぐーんと指先とつま先を遠ざけます。お腹に意識を持っていきます。はい、力を抜きましょう。ではゆっくりと起き上がります。では皆さん、深呼吸を3回して今日の体操終わりにしたいと思います。胸の前で手と手をクロスです。大きく息を吸い込みながら手を横に広げましょう。息を吐きながら胸の前に手を戻していきます。あと2回いきましょう。息を吸い込んでください。吐きます。最後は一番大きく息を吸い込んであげてください。はい、吐き切ります。この呼吸法とマット運動はとても最初は難しく感じるかもしれませんが、とても効果があるものです。リラクセーションを求めたり、それから心が穏やかになったりする、そんな効果がありますので、ぜひとも皆さん行ってみてください。
やり方がわからなくなったらもう一度最初からこの動画を見てくださいね。